どうも、はじめまして。そんなあなたのお名前は？はい。みんな、おるー。ホラライビ4期生、姫森ルーナなのらー。今日は、よろしくお願いしますなのらー。なのらまずチョコ先生。あらあら、ルーナ様緊張しちゃってるの。じゃあまずは足元から行こうかな。すげえ今更感なんだけど、これマジか。でも知っとるやろ。や、見て見て皆さん。いやいやいや、姫様有名だからね。そりゃね、あの上は知ってる方がいるかもしれないけど、ちょっと見たことあるよみたいな。でも下はね、まだね、あのそんな細かく見たことないから、多分 3D で何回は見とるやろこれ。いや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 、何を言っていらっしゃる姫様。このおみやし見てください。この2枚 ね待って、恥ずかしい。なんかわかんないけど恥ずかしい。なんかやだ、グラデーション。姫森ルーナから、ルーナだからかな。お星様やお星様が知られてて、やめて、すっげー恥ずかしい。なんかやだー、やだよー、もうやめてくれ。これは分かるんですね。もうやめて、恥ずかしめないでくれ。からの、あらつき、ね、ミカ。なんかこの、このうなたんはちょっと、うなたんだけど、ルーナだな、これ。これはルーナだわ。ああ、どれもルーナだろう。もう顔が熱いっすよ、チョコ先生。え、まあね、うん、こんなものを用意したの。なんすか？じゃじゃん、心理テスト。うわー。ルーナさんにもね、楽しんでもらえるようにチョコがえりすぐりの心理テストを選ばせていただいたわ。うなさん、心理テストしたことある？どこにあんの、こんなサイト。どこから探してる？チョコのあの、マネちゃんが探してきました、この人。ハートキラキラしてるんだけど、マジなぁ、このサイトすごい。あら、うなさん、お気に入りになっちゃうね。このサイトすごい。楽しい。楽しいね。みんなでケツ並ぶしたから。嘘やろ、こいつ。ケツドラムが今まで一番嬉しかったことって。そんなにケツ叩かれたかったか、こいつ。触られちゃったし、触っちゃったし、一番嬉しかったのだね。何の数字ですか、これ。はい、次やる企画は、演技力テスト。演技力テスト？全体的に企画が古いなって。あ？お前5年前の企画だと古いに決まってんだろ。はい、ということでね。弟でいいの？弟ちょっと、あまねちゃんをちょっとインストールして頑張ります。あまねちゃんをインストール。うん。もう、おなちゃん、おかえりなのな。あら、ただいま。待って、いたのだ。ずっと、僕、おなちゃんのこと、ずっと、帰ってくるの、待っていたのだ。あらあら、ルーナ、チョコのこと待っててくれたんだ。そうだよ。僕、お姉ちゃんと早くイチャイチャしたくて。え、何？お姉ちゃんとイチャイチャしたいの？え、どうしましょう？でも、お姉ちゃん今帰ってったばっかりだから、ちょっとまだ体が綺麗になってないのよ。じゃあ、僕と一緒にお風呂入ろうよ。え、お姉ちゃんとお風呂入りたいの？僕、おなたとお風呂入りたい。すごく入りたいよ。そうなんだ。でも、お姉ちゃんと入ったら、お姉ちゃん全部洗っちゃうけど、大丈夫？僕が洗ってあげるよ。お姉ちゃんの体すねずねまだな。え？ルーナがチョコの体、洗ってくれるって？あ、なおよ、早くお風呂行こいよ。早くお姉ちゃん、早く脱いで。チョコの服まで脱がしてくれるって。
ことだ。大きくなっても一緒にいたいってこと、うん、そうだ。だって僕大きくなったらお姉ちゃんと結婚するんだ。お姉ちゃんと結婚してくれるの？本当に？そうだよ。そうだ、お姉ちゃんは僕のものだ。そんな、そのお風呂入る前に、そんな、プロポーズだねって。これだいぶ飛べる人がいないんできついんですけど。なんか想像してた弟と違ったけど。嘘。あまねちゃんインストールしたんだけど。カラッタ様ってそんな声だったっけ？こんな感じだよ。あまねちゃんを真似した。あまねちゃんを真似したんだ、うん。真似してこうなった。あの、スバルの ASMR の方がなんか近いような気がしたけど。あ、ほんと、じゃああまねちゃんとシュバの合体した感じがな、混ざったかな、これ。あ、混ざっちゃったんだ。うん、混ざっちゃったかも。絶対違うだろ。どんな妄想してるんですか、チョコ先生は。まあ、それは、ちょっと、うん、配信では言えないんだけど、後でおすすめ送っとくね。わかったのな、妄想いっぱいするの。ちょっと早いかもしれないけど。本当なのな、うん、早いかな、リンエルサイトとかは見てるよ。まあ、うん、うん。あ、うん、大人だから。そうなんだ。それなら大丈夫そうかしら。うん、大丈夫なの。いけるのかな。じゃあ、そんなスバルのモノマネまで。うん。3、3、2、2、1、1、アクト。しまーし。ハリゲームに来て、アジャしまーう。アジャまう、アジャまう。やば、スバルは。ラジオみたいになってる。ゲームをやるっしょ。みんな、見てくれっしゅ。今日は、ルーナと、チョコ先生も、いるっしょ。すいません。カン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 。いつもの、そばチョコルーナとか、そばチョコルナタンである地獄企画を、チョコ先生と二人でやった感覚に似ております。ちょっとやめなさいよ。チョコの身体測定が地獄企画みたいなことを。なんか、この感覚なんだろうと思ったら地獄企画だわ。